僕もちょうど寒くはなったし、腹は空いてきたし、戻ろうと思う。それじゃあこれで切り上げよう。何、戻りに昨日の宿屋で山鳥を10円も買って帰ればいい。ウサギも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところがどうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか一向に見当がつかなくなっていました。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。歩きたくないよ。ああ困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。二人の紳士はざわざわ鳴るススキの中でこんなことを言いました。